Huge Vision a Go!どうも、リュウチです。今日はね、家のね、夕食のおかずがね、やみつき鶏ということで、それをね、食べていきます。ということでね、まあ飲み物はね、ボジョレ・ヌーボー。まあそれではね、早速ね、食べていきたいと思います。ちょっとね、まずはね、ちょっと少しね、よくお見せしたいと思います。はい。こんな感じ?まだね、食べるまではね、なんとも言えないんですけど、ん?なんだって?うん。おいしいから早く食べろと言っています。それではね、いただきます。さあ、ねえ、ほんと、見るからにおいしそうなんですけど、ねえ、手前、ちょっと見えなくなるね。こんな感じでいいかな、うん、こんな感じでこっち側から切る、うん、お、柔らかいっすよ、結構ね。ねえ、まあ、鶏さんなんでそりゃ柔らかいでしょう。ねえ、ちょっともう一箇所切っとく。ねえ、それじゃあね、いただきます。うん、これはね、いやー、いい感じに肉汁が出てきますね。チーうまじりのね、美味しい肉汁が。味付けはね、癖になりそうな味です。ということでね、やっぱやみつきというだけありますね。で、ワイン。あー、近っぱいまかー。いや、久々にね、この空間でね、ご飯食べてますよね、うん、じゃあちょっとね、ポテトサラダもね、いってみたいと思います。うん、間違いない、間違いない。ちょっともうちょっと見た目悪くなるけどね、この下のね、このレタスを食べたい。おー、取れましたよ。ねえ、うまい具合に取れましたよ。ちょっとこのマヨネーズをね、少しだけつけていただきます。これまたレタスはシャキシャキだ。柔らかいね。鳥さん、ありがとう。で、ご飯ね。からの味噌汁ね。白菜のね、葉っぱとね、今回ね、これ。なんて言ったんですか。ちょっとテロップ入れてきます。これはね、外側のね、生地はね、お餅のような感じ、名前出てこないんですけどね、何でしたっけね。トマトもいい、よく売れたトマトだね。そこでワイン。あ、いいね、
ワイン最高。でね、これね、ちょっとね、ライブの余り物のね、チーズ、燻製のチーズ。これちょっといきます。うん。またここで、ワインが、ね。皮はね、いいよね。ね。唐揚げのね、パリパリの皮もいいけどね、このね、甘辛いね、鶏肉の皮もいいですね。うん。チカッパイうまかー。で、ごわ。この場合はね、このポテトサラダも大好きなんですよね。ライブやってる最中とか、なんか聞かれてちょっとコメント読むの一生懸命で、なかなかね、答えられなかったりしますけどね。こうやって収録やってる時はね、ちゃんとね、浮かぶんですよね、頭の中にね、自分の好きなものがね、ちゃんと。やば、うまね、どっちかっぱいうまいですよ。ほんと久々に夜にね、こういうね、穀物って言ったらいいですか、雑穀米なんですけど、これ食べますね。この動画を見ててね、痩せようと思ってる人、何でもいいんですよ、食べ物は。まあ一膳、ご飯はやっぱ一膳よりちょっと少なめで、まあ、おかずは普通にいいんですけど、それをね、いかにね、ジュース状になるように食べるかによってね、食べ終わった後のね、お腹の空き具合とかが変わってきます。まあなぜそういうかって言ったら、30分よく噛んで食べることによってですね、脳からの指令がね、胃袋に行くわけですよ。お腹いっぱいですよって。なのでそういう食べ方をすると後にね、お腹が空かないんですよね。それをね、続けてね、もらえればね、まあ幸いだと思います。はい、僕はね、そうやって痩せました。で、まあ、まずそれをやって、あんまりね、太らないように気をつけてます。もう豆なんか入ってたらもう一生懸命噛みますよ、こういうやつね。だから結構全然速度違いますもんね、普通の人とね、食べる速度っていうのが。30分はかければいいんじゃないですか。だからね、楽しい美味しいご飯の時間ですよーの木島さんにはね、ぜひやってもらいたい。で、このね、動画をね、見てるリスナーさんで、木島さん知ってる方がいらっしゃったらね、そういうこと言ってましたよって伝えてくださいね。歯応えがいい、この歯
白菜のね、ちょっとマヨネーズね、もうこれで最後。で、ワイン。乾杯、うまかー。乾杯、うまかー。もうなあ。ということでね、編集してるんでちゃんと噛んでいますからね。はい、ということでね、ごちそうさまでした。皆さんもね、よく噛んで食べましょう。ということでね、もうお時間となりました。もしこの動画がよろしければ高評価拡散の方よろしくお願いします。まだチャンネル登録がお済みでない方、スマホ、タブレット、パソコンでご覧の方はエンディング中チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。いやー、もうこれだけでお腹いっぱいですもんね、僕はね。ということで。